皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。はじめましての人ははじめまして、マリサだぜ。前回はザ・タイガーが頑張ってたな。3歳2頭は悔しい結果になったわね。夏競馬、巻き返していくぜ。今回は2歳馬も登場。それでは早速本編スタート。てなわけで早速賞金で牧場施設を改築したぜ。改築改築さっさと改築。芝くぞ。建築を担当するのは姉派です。懐かしいな。そういえばウプ主が江南の木材でハンガーラック作ってたが結局買った方が安かったな。トホホでしたわ。そして新馬デビューです。ミュージックレインにフレアインパルスの3区。繁殖用のミュージックレインから来た馬か？ここは私が名付けよう。お、いいぜ。前回は私が付けたからな。レイムかわいいね。なんだそのふざけた名前は。レイムかわいいね。レイムかわいい。やめとけばよかったわ。レイムかわいいね。どけ。さてザ・タイガーを宝塚記念に使います。ここもぶち抜けるか？3歳2頭ハラジオ日経賞に使います。ザ・タイガーの調教です。ここに来てさらに出来は上昇だわね。言うことないな。さあ印はどうだ。まずまずって感じね。相手はブエナビスタか、さらにはラブリーデイにクロノジェネシスか。2頭は宝塚記念を勝っているわね。ラブリーデイの全盛期は走りまくってたな。中山金杯から使ってたものね。春の G1 さて専用ファンファーレを聞き忘れました。ズコ頼むぞザ・タイガー。備えた名馬たちの激戦間もなくスタートとなります。スタートしました。よっしゃここは好スタートよ。いい感じだな。まずは先行争い。ここは高倉とノーブルマーズを行かせて番手だ。可愛がっていこうぜ。このままスローで運べれば面白いぞ。というわけで直線に飛びます。それから14番ブエナリスタ後ろに。てなわけで最後の直線、ここは抜け出すかザ・タイガー。うちに潜り込んだ。有馬記念の栄進フラッシュだ。それ負けてるんよ。さあ来い。あれ、これは虎が失速。これはダイジェスト入ります。知ってたぜ。10レース G3 ラジオ日経賞芝 1800m コンディションはやや重。スタートしました。コースタートは2頭エポワス、ロードアクシス。まず何が行きますか。6番バビック、すっと前につけます。2番手5番名称鉄コン、8番ロードアクシス後位につけています。内押さえて4番エイコンゴトラ、各バッチコーナーに入っていきます。2番手バビック名称鉄コン粘っている。バビック外から差を詰める。名称鉄コン抜け出した。バビック内をついて追ってくる。 200m を通過した。追い上げるアーバンキープ、アーバンキープ後続を離していく。ブレイキングドーン、あっという間にかわした。ブレイキングドーン、ここからが勝負どころ。タガノトネール先頭、追いすがる石剣モモの2頭が激しく競り合っている。ここからが勝負どころ。シルクフォーチュン、まだか。タガノトネール足色が衰えない。タガノトネールこのまま押し切れるか。レッドアルビス先頭に並びかける。レッドアルビスまとめてかわした。アリサミットリー花を奪いに行きます。2番手10番アルベルティーヌ食い下がる。アルベルティーヌわずかに先頭はマリサミットリー。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はマリサミットリー。残り200を切りました。逃げる逃げるマリサミットリー。アルベルティーヌ捕らえに出る。追い上げるアルベルティーヌ。マリサミットリー伸びる。アルベルティーヌイプノティストかわして先頭。先頭はフクノティスト。2番手モーニングサン。フクノティスト粘っている。マリサミットリー並びそうだ。残り200を切った。マリサミットリー捉えるにかかる。マリサミットリーさらに顔を広げにかかる。先頭はマリサミットリー。マリサミットリー食い下がる。ブライティアパルス、ヘイライエレナ先頭。ブライティアパルスかわして先頭。ブライティアパルスわずかに先頭か。 200m を通過した。ブライティアパルス足色が衰えない。ブライティアパルスさらに差を広げにかかる。逃げる逃げるブライティアパルス。エテルナミノまとめて追いすがる。イルジキーわずかに先頭はタガノグルダ迫る。イルジキーイルジキー突っ込んでくる。2頭が激しく競り合っている。ノボバから苦しい展開になった。イルジキー伸び足がいい。ノボバから勢いよく追い上げる。ノボバからこのまま押し切れるか。シルクネビウス接近。10番名称クロス内から
番熱豪キリシタ、それから9番アトミックフォース内抑えて、2番ミッキーグローリー3コーナーに差し掛かろうとしています。外を抑えて4番ロサギガンディア、続きまして13番ミッキードリーム、食い下がってヘッドライナー、わずかに先頭はマルダーズアポジ、ヘッドライナー離れて追走、マルダーズアポジ抜け出した、スタンドも決まらない、マルダーズアポジ足元は衰えない、スタンドも足元はどうだ、2番手マイネイザベス、ダウンスメスマイネイザベス差し切ってゴール、大進オレンジ離れて追走、ホワイトフルーがホワイトフルーが先頭だ、大進オレンジ外から襲いかかってくる、ホワイトフルーが抜け出した、大進オレンジ先頭になった、ダウンドグルーまだ動かない、アクティビューズ上がってきた、アクティビューズ接近してくる、アクティビューズ圧巻の砂漠です。 G2 札幌記念芝 2000m コンディションはやや重い、スタートしました、少しバラついたスタートになりました、まず何がいきますか、5番ミノコスミが先頭に立ちます、14番統計変更かまして前方、6番ネーションスザンが後位を引き、9番追いすがる統計変更、まずに先頭はミノコスミが追いすがる統計変更、速度が激しく競り合っている、あと200統計変更トライにかかる、統計変更後続を離していく、統計変更頑張っている、ラストインパクト統計変更1着でゴール、芝内回り 2000m コンディションは良い、スタートしました、おっとこれは大きく両手に決まった、1番にレインサバイ、まずは先行争い、内から押して2番アルミーテ、2番手レインサバイ、アルミーテ粘っている、ダイジェスト中だが乱入する、レイムかわいいね、レイムかわいいね、こい残り200を切りました、レイムかわいい先頭に並びかける、レイムかわいい後続を離して、これは名馬の予感、チャオラレイムかわいい先頭で合理、チャオラレイムかわいい、勝ちタイムは2分0秒7レイムかわいい、しかもレコードのおまけ付きよ、すごいでしょマリサ、ねえどうなのよ、カビ生えてるわよ、まあよかったじゃないか、霊夢臭いね、場名を間違えるな、切磋琢磨していこうぜ、というわけで今回はここまでです、チャンネル登録もよろしくお願いいたします、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。溢れた涙が夜べ失ってまだ